皆さんこんにちは。囲碁が大好きなクラス天狗のクーロンです。令和3年4月19日発売の週刊碁4月26日号、日本囲碁界の総本山、日本棋院の初代総裁である牧野伸顕愛用の碁盤が紹介されています。そこで今回の囲碁人物伝雑誌は牧野伸顕についてお送りしたいと思います。牧野伸顕、通称牧野真剣は、維新三傑の一人、大久保利通の次男で、第92代内閣総理大臣で、現在の財務大臣である、麻生太郎氏の曽祖父。囲碁の愛好家として知られ、自宅などで、囲碁会をたびたび開催していたほか、シャーロック・ホームズの熱烈なファンである、シャーロキアンの草分け的存在としても有名です。文久元年に鹿児島で生まれた伸顕は、生後間もなく、父、利通のいとこ、牧野喜平次惟典の養子となります。実父、大久保利通は、藩の実権を握る、藩主の父、島津久光に取り入るため、久光の趣味である囲碁を学んだことで知られていますが、唯一の趣味が囲碁と言われるほどの、囲碁の愛好家だったそうで、伸顕は、父について、頭を使いすぎて疲れた時には、碁を囲み、リラックスしていたと語っています。利通は、島津久光に取り入る前から囲碁をたしなんでいましたが、当時の気力はかなり低かったようで。嘉永元年、利通が、17歳の時の日記に、牧野喜平次が自宅を訪ねてきて、一緒に碁を打ったところ、3番打って、大久保が全敗したと記されています。喜平次とは、いとこの惟典の可能性が高いと思われますが、日記は、利通が、若い頃から囲碁をたしなんでいたことを示す資料として知られています。牧野家については、詳細はわかりませんが、大久保利通の叔母、美和子の嫁ぎ先であり、青山霊園にある牧野家の墓所を確認したところ、平氏を名乗っていたようです。伸顕の養父、喜平次は、慶応4年、伸顕が6歳の時に戊辰戦争における北越戦争で戦死しています。その後、伸顕は牧野姓のまま大久保利通のもとで育てられますが、そのため父の趣味である囲碁に触れ合う機会も多く、自然と自らも囲碁を趣味とするようになったのかもしれません。明治4年に父利通を含む政府首脳による海外視察、岩倉使節団に同行した牧野は、11歳でアメリカへ留学。帰国後、明治13年に外務省に入省し、イタリア講師などを経て、文部大臣、外務大臣などを歴任しています。大正8年に開催された、第一次世界大戦の戦後処理を話し合う、パリ講和会議には、自責全権大使として参加していますが、この時、日本一行で采配を振るっていたのは、主席の西園寺金持ではなく、牧野であったと言われています。また、随行員の中には、娘婿で当時外交官として活躍していた、吉田茂もいました。会議での功績が評価され、子爵となった牧野は、大正10年に宮内大臣に就任しますが、その背景には、軍国主義が高まっていく中、英米協調派で自由主義的な牧野を抜擢することで、皇室が政治的な騒乱に巻き込まれないようにという思惑があったと言われています。父と同じ囲碁の愛好家であった牧野は、大正13年、宮内大臣在任中に、新しく設立された日本棋院のトップである総裁に就任し、昭和21年に退任するまで、長きにわたり、囲碁界の発展に尽力しています。大正期に刊行された書物に、牧野の棋風についての記述があり、それによると、決して、奇抜な手は使わず、知っている限りの定石を打つのみだったそうで、しかも、己を知り、自分の力量に合った手を打ったことから、大きく崩れて負けるということはなかったそうです。昭和天皇は、牧野に、
絶大な信頼を置いていたと言われ、宮内大臣退任後も、たびたび宮中へ召し出され、意見具申しています。軍部の中には、それを心よく思っていない者も多く、昭和7年に起こったクーデター、五・一五事件では、当時、内大臣であった牧野も襲撃対象となっています。イム会との関わりも深かった、イム会剛首相が暗殺された五・一五事件において、牧野の襲撃を担当した部隊は、官邸の入り口で拳銃を発砲し、警察官を負傷させていますが、この時、牧野は、奥座敷で囲碁を打っていたため、無傷だったそうです。しかし、その後、昭和11年に起きた、226事件でも、牧野は襲撃されることになります。牧野は、湯河原の旅館へ滞在していた時に襲撃されますが、この時は、孫の、麻生和子が、身を挺して祖父を守り、窮地を脱しています。なお、和子は吉田茂の娘で、麻生太郎氏の母親です。牧野は、第二次世界大戦下にあっても、天皇陛下の信頼は衰えず、たびたび宮中へ召し出され、戦争の早期終結に向けた意見具申をしています。戦後初の衆議院議員総選挙で、鳩山一郎率いる自由党が第一党となり、鳩山総裁の総理大臣就任が確実となりますが、これを嫌った GHQ により、鳩山は公職追放となります。この時、牧野を後継総裁へと推す動きがありましたが、牧野は高齢を理由に辞退しています。そして、自由党総裁となり、総理大臣に就任した娘婿の吉田茂は、国政運営を相談するため、たびたび、牧野の元を訪れたと言われています。国政はもとより、日本囲碁界にも、多大な貢献をした牧野信明は、昭和24年1月25日に、87歳の生涯を閉じています。